2018年3月の5日、21時46分です。よろしくお願いします。楽しんでいってください。ワドです。はいはい、どうもどうも。あんまりね、後輩が作ったネタを先輩がパクるっていうのはダサいと思ってるから、俺はそういうのやらないかな。俺ね、結構ね、ネタ考えるの人のパクリやらないんですよ。言われてみるとそうでしょ。全部自分で考えるの。ネタをパクるって芸人の中で最も愚かな行為だと思ってるから、特になんか後輩が当てたネタを先輩がやるっていうのは俺は恥だと思ってるから、俺はやらないっすね。正直やらないです。なんだろうね、コラボ修正してほしいよね、ちゃんとね。コラボ機能グダグダだよね。ちょっと運営さんにお願いしておくね。俺は32歳です、今。俺は後輩のネタパクるの嫌いだから、俺は嫌だね。自分の話芸に自信がなくなるっつうか、人のネタパクるってダセんだよ、すげえ。嫌だな。なんかネタに関してはプライドあるかな。パクるってすげえダサいことだから。人のネタだから、鮫島さんが今アメリカ人のネタをパクってんでしょ。それはダサいよ。恨み買うしね。後輩のネタパクんのはねえだろう、いくらなんでも。いやー、ダサいね。ネタを作るっていうのって最も楽しい作業の一つだし、配信の中で最も大事なことの一つなんだよ。うん。で、それをやらなくなった配信者は終わりだから、俺はやんない、そういうことは。俺はやらないですね。減らってないよ。むしろね、今日はカフェインが入ってるから、結構いい感じ。今日はいい感じだね。カフェイン大好きよ。眠気が吹っ飛ぶよ。最近カフェイン取ってなかったかな。だから眠かったのかな。ナルコみたいになってたんだよね。これからの人生っていうか、俺結構マイ哲学を持ってて、未来は今の積み重ねが勝手に未来になるだけで、未来予想っていうのはやらないことにしたの。で、過去っていうのは変えられないの。だから過去と未来にコミットしないっていう、今だけを生きるって決めてる。今はどうにでも舵を取ることができるの。今を変えることはできるの。今だけはなんとかなるの。だけど未来っていうのはただの 今の積み重ねで、過去っていうのはもう過ぎて変えられない部分だから、俺は今にしか興味がない。だからよく言うんだけど、未来不安にならないとか、未来もどうしていくのって。俺は決めてない、何も。今しか興味がないね。
だからこれからの人生っていうのは今をどう積み重ねていったら未来が変わるのかって話だから、やりたいことやるだけだよ。アイテム投げてもブロックしないよ。まあ今を生きるっていう感じだ。今やりたいことやってれば、未来なんか別にずっとやりたいことやってるだけでしょ。だから希望も絶望も想像でしょ。未来に対する希望絶望って想像だから。俺はそういう、なんかオカルトはやらないってことね。ありがとう。花火ありがとう。頑張るよ。花火ありがとう。ありがとうございます。髪いい感じ？いい感じ。似合う。金髪久々。似合う。これは家庭持ってないよ。まあ、のんちゃんっていうパートナーはいるけど。目標はね、マンダラみたいに生きるっていうことで、未来のゴールと今のゴールが全く同じ形をしているっていうのが俺の生き方だね。マンダラ的ライフスタイル。要はなんか生きてる今のやり方っていう形と、未来の自分の形っていうのが矛盾をしないっていうこと。そう、マンダラ的発想。マンダラ的思考をするっていう。だスケールがどんどんでかくなっていくだけっていうのが俺のライフスタイルだね。いや、規模が大きくなったり小さくなったりっていうのは考えてるけど、マンダラって全部同じ形をしてるでしょ。万華鏡みたいな。はい、わたつ。
今のゴールっていうのは、俺のゴールは好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるっていう。それが俺のライフスタイル。要は仏教思想を俺なりにアレンジしたんだよね。ありがとう。ワードツ。そう、涼しいよ。なんで？うん。今日そんな寒くないよ。もう春だよ。また壊れちゃうんだよね。いいよ、止めておきなよ。もう大丈夫だ、春だから。そう、バックアップデータ、過去のファイルね、3テラのやつ買った。多分ね、1.5テラぐらい使っちゃうんだよね、年間。動画のバックアップだね。寒くはないかな、涼しいって感じだね。あったかいよ、東京は。寒くはない、全然。シルバーアクセサリーはね、ちょっとね、リスナーさんに売るのやめた。いや、リスナーさんに売るのは売るんだけど、買いたい人選ぶように価格帯をちょっと上げた。1個100万で売ることにした。
100万以外で売りたくない。だってさ、その客層悪いじゃん、低価格帯って。ああでもないこうでもないって。100万出す人って本当に好きだから買ってくれるわけでしょ。クレームとか言わないじゃん。客層は選ぼうかなと思って。出品はしない、個人で売買する。100万でもいいから和道の作ったもの欲しいっていう人に売りたいじゃない。売れる自信とかじゃなくて、俺の感性とその人の感性が合えばいいんじゃないの。売る自信とかじゃなくて、俺は作ったものを100万以外で売りたくないって言ってるだけだから。まあそれはなんつうの、相手方が決めることじゃん。別に無理に買ってくれってお願いするつもりないし。最低100年。まあ買う人がいなかったら物理的に売ることなんて不可能だからね。売れないんじゃないの。まあまあ俺売れると思うよ、100万で。俺は売れると思ってる。分割はやってない。一括現金払い。まあ150万で買いたいっていう人がいたらそれでも売ってあげる。100万以上で買いたいっていう人がいたらそれはそれで売るけど、最低100万。最高別に1億円でも100億でも1兆でもいくらでもいいよ。全財産で買いたいって言ってもいいし。いやまあ買う人は買うでしょ。別に買わない人にね、とやかく言われてもしょうがないから、買いたい人は買うでしょ。買いたくない人は買わない。ただそれだけだよ。ただそれだけ。値引きはしない、わかんない、気分その時の。こいつはタダでもいいからつけてもらいたいと思ったら渡すかもしれないし、タダで。だその時の気分だね、俺の。俺がプレゼントすることもあるんじゃないの。それはほら、俺とその渡したリスナーさんの個人的な、個人的なやり取りです。誰かにとやかく言われる筋合いないでしょ。
なんか3万円で作ってああだこうだ言われたくないっていうのが本音。3万円で売ってああだこうだ言われるぐらいだったら100万円で売ってああだこうだ言われた方がいいや。ただそれだけだよ。だからそれだけ。要は俺の価値っていうのは自分で決めようっていう。商品は選べませんよ。俺が作ったものを買うかどうかだけ。商品は選ぶっていうことができなくて、俺が作ったものを100万で買うか買わないかってだけ。ただ単に。ね、それで納得できない人はいらない。魔導店とかは開かないかな。特に開くつもりないよ。今考えてるのは俺が普段身につけていて、これが欲しいっていうのをやろうと思って、これと同じのが欲しいじゃなくてナンバリングしていって、俺がつけてるのをあげるっていう。だから中古品だね。で俺が新しいのつける。ナンバー2シャープ2って書いてあるじゃん。でこれ欲しいって言われたらはいって売るって。俺がつけた俺の中古品しか売らない。だから新品は売らない。で、買い取りもこっちでやるね。もし、買い取ってくださいって言うんだったら、こっち側で買い取って。で、初期作品って言って、またプレミアがつくから、シャープナンバーについて。そういうこと、そういうこと。シルバーアクセサリーを作りたいんじゃなくて、芸術家だから、芸術作品作りたい。アーティストだから。それが和道スタイルだよ。買い取り価格は売り値の何パーぐらいなんですか？半分ぐらいじゃないの？半分以下。30%から50%の間じゃん。まあ、だから100万で買ったものを30万ぐらいで買い取って、それを200万で売るっていう。キャッシングない。現金一括払い。現金一括。そうだね。独学だね。いや、買う人いると思うよ。もしもし。あ、お忙しい時間失礼します。はいはい。私、月刊ラのものなんですけれども。あ、月刊ラ。はい、どうも。はい、今お時間の方よろしいでしょうか？あ、大丈夫ですよ。あ、ですね、今度ですね、ちょっと和道さんがそのまあ変身企画みたいなので、和ドラになるっていう企画をしたいんですけれども。っていうかね、鮫島さんね、はい。後輩のネタパクるのはダサすぎるよ。何が？アメリカ人のネタをパクるのは配ネ信タ者じゃないじゃん、ネタでしょ、あれは。え、何、後私輩、ネ後輩のネタタ、はい、パクって意義がってんのクソダだってセーよ。さ、キンバーだってパクってんじゃん。いや、だからダセーって。いつキンからバーそんはおなん前で、いら。つからそんなになっちゃったの、本当に。何いや、だって後輩のアメリカ人がさ、当てたネタをさ、パクってさ、ドヤ顔でさ、もう別ダにサドヤすぎ顔るではししょ。てない。ドヤ顔はしてないいや、よ。鮫島さん、最近ほんとひどいよ。本当に。いや、アメリカ人のは俺面白かったの、正直。爆笑したし、天才だと思ったんだけど、雨だよかったよね。そう。あ雨なたさ、レだ。ジェンドだなからんだ俺欲しよ。かった。あなたレジェンドなんだよ。でもっも欲としね、かった。自覚を持った方がいいよ。なんで後輩のネタパクんの？でも欲しかった。欲しかったの？
いやもうだってしょ、あなたさ、自い分のや、ポジション分かってないんだって。別にアメリカ人のネタをパクったつもりはないんです。ないの？ないですよ。ないの？はい、ないですね。オリジナルだっなんてな言い張るら、の？オリジナルです。マジかよ。かっこまあ、悪すぎるでしょ。何言ってんの？わ、お前だってパクってんじゃん、いろんなの。何を？花火だってやってんじゃん。自分だってさ。何花火だっそんてなやっこと言て。いたそうパそう。クるななんて言われね、て、何花火だってやってんじゃんってどういうこと？花火のね、要するに花火くださいってことだって言っちゃえば、いろんなに配信者がやってることじゃん。それやるなって言われてもやるでしょ。いやいや、それは無理、それが無理がある。鮫島さん、それいや、が無無理理はがある。ない。い無理がある、や、ね、無理がある。加藤君、ぶっちゃけね、君に最低と思われてもいいよ。別に。だって君に最低と思われても、最低な人間が最低って言ってるだけでしょ。いや、構わないけど、ダサすぎるでしょ、後輩のネダタパサいクるっとて。何、ダサいとか何？いダや、サいとかって俺たちってかっこいいもんじゃないよ。かっこいいもんじゃないってか、芸人としてダメでしょ、配信者としてダメでしょ。何芸人としてダメでしょって。だ丸パクリじゃん。何、じゃあ何、アイラの真似をするっていうのは、キンバイもやってること、いろんな配信者がやること、いやいや、構わなくね、それ別に。いやもうないアイラわ。めっちゃ怒ってたけどね。ないわ。いや、アイラの気持ちわかるよ。まあ、アメリカ人ならまあ、最低許されるけど、あんだけ凝った企画をさ、やってさ、先輩が後輩のネタパクるはねえよ、さすがに。ダサすぎるよ。パクリっていう言い方は違うと思うよ。いや、丸パクリじゃん。アメリカ人の何が丸パクリなの？丸パクリじゃん、アメリカ人の。全然違うじゃん。何が？いや、全然違うじゃん。いや、パクリじゃないじゃん。パクリでしょ。盗作。アイラの真似をするっていうのにあたってね、例えばじゃあ、モノマネ芸人だって、いろんなね、例えば、美川憲一だとかいろんな大御所の真似をするって言ってもいろんなやり方があるわけだ。あるよ。で、例えばじゃあコロッケがね、一番最初にやったモノマネの人が他の人がやったらパクリって言います。だからね、俺が言ってるのは昔からやるじゃん、モノマネ芸人って芸を磨いて、はい、それでやってるならわかるけど、先月アメリカ人が当てたばっかりで乗っかるっていうのがダサすぎる。あなただってアイラ、先月当てたばっかじゃん。アイラが、アイラのモノマネずっとやってねえじゃん。アイラってすごいねって。じゃあだから、アイラやる。いやだからアメリカ人がずっとやっててね、オリジナルで当てて、このタイミングでいきなり乗っかるっつうのはパクリでしょ。え、なになになに、それはなんか問題あるの？いや、ダサいって。自分でワドラやればいいじゃん。いや、ダサいじゃん。俺やんないよ。後輩、だってアメリカ人がかわいそうじゃん。ダサくないじゃん。アメリカ人が必死になって考えたんだよ。ダサすぎるでしょ。何が必死なの？俺、楽そうに考えてるの？いや、だからパクリじゃん。だって見て盗んだだけなんだもん。何をパクリやっつって。アメラのパクリだっつってんの。じゃあお前がさ、やるさ、格闘技企画は何なの？パクリじゃないの？パクリじゃないでしょ、別に。だって俺、ワンから出てんじゃん。で、ワンから出てるじゃんじゃないじゃん。だったら、捨て頃に乗っかってるのはあなたでしょ？いや、ワンから出てんじゃん。する必要はないじゃん。だからトレーニングもやってるじゃん。便所太郎が、お前パクリだな、かっこ悪いな、ダセーなとか言わないでしょ。どういうこと？いちいち。どういうこと？いやいや、どういうこと？あなたがやってんのは完全なパクリでしょ。俺がやってんの別にパクリじゃん。パクリで。パクリでしょ。パクリでしょ。だから図星だからこんなに反論するんでしょ。とかね、言っちゃえばぶっちゃけ、そういう格闘技は、便所太郎が持ち出した企画なんだよ。いや、だからそこの演者として出るんだ。じゃあ、便所太郎ありきでなきゃいけない企画をなんでお前が主催やんのって話になるじゃん。何主催って。俺、便所さんの捨て頃と関係ないよ、あれ。じゃあ、だってなおさらパクリじゃん。何パクリって。俺だって練習会何回も開いてるんだよ。セゴロの前から。だからそれは練習会開いて、それパクリじゃないでしょ。イベントやったらパクリだと思うよ。練習の見学会だよ。お前が言ってること。どういうこと？いや、お前が言ってることはそういうことだよ。因縁なんだよ。どういうこと？じゃあね、じゃあぶっちゃけ言わせてもらう。別にワドがね、パクリだ、かっこ悪いっていうのは、まあ、一つの意見として聞くよ。ただじゃあぶっちゃけ言わせてもらえば、こんな世界、パクリもクソもないと思う。パクってなんぼってこと？パクってなんぼじゃない。パクったつもりは俺はないっつってんじゃん。オリジナルそれに対してじゃあね、例えばね、アメリカ人が俺にパクリだっていうのは分かるけど、マットが何言ったって、そっか嫉妬にしか聞こえないよって。え、何、ちょっと待って、鮫島さん、アメリカ人の方がパクリだっていうの？じゃあアメリカ人がパクリって言うなら分かるよって言ってんの。ああ、なるほどね、本人だからってことか。そう、本人が。ああ、なるほど、なるほど。アメリカ人俺の放送にコメントしてきてたし。なるほど、なるほど。別に俺アメリカ人と仲悪いわけじゃないし、仲いい。それをワドに対してアメリカ人と俺の関係をとやかく言われる筋じゃないし、まあまあ、そりゃそうだな、確かに。お前には何の関係もない、ね、確かに。いや、だけど何の関係もないけど、俺に月刊ラデスって言って、お前もやれよって振ってきたから。いや、お前もやれよじゃなくて、やればと思っただけじゃん。いや、パクリ、いや、ダサいもん、パクリだからやんないよ俺。じゃあやんなくていいんじゃない、別に。聞いてる、別にそれはお前が決める。聞いてる、聞いてる。何が聞いてんの？いや、だってすごい噛みつくぞ。なんか聞いてんの？いや、お前の意見は分かる。そんなに聞くとは思わなかったから。鮫島さん、パクリ云々っていうのはお前に関係ないじゃん、そんなの。
何、傷ついた、ごめんなさい、なんか傷つけちゃって、いや、ごめんなさい、なんか、いや、傷とかじゃ言っちゃいけなかったこと。レジンね、じゃあレジン工作やったよな、俺、お前、うん、シルバーアクセサリーやったな、パクリって言ったらどう、うん、いや、別にパクリじゃないけどっていう、ね、だろうな、そうだよ、うん、だ俺はそういうこと言わない、お前はシルバーやるって言いながら、うん、俺はまた別物だと思ってるし、うん、何も思わないよ、うん、でもお前はそれを、じゃあね、違う違う、俺がやってるのはさ、いや、鮫島さん、違う、俺がレジンやったらさすがにパクリって思うでしょ。いや、違う、関係ない、関係あるでしょ、うん、だから鮫島さんはアイランド系については俺がやりだしてちょっと待って、ちょっと待って、そういう話じゃん。だってレジンにレジンかぶせたら怒るでしょ。だけどレジンにレジンかぶせたようなもんだよ。何が悪いの？人道的に悪いこととか。いや、悪くはないですよ。ただかっこ悪いなって。いや、ただかっこ悪いなって、配信者としてただかっこ悪い。いや、かっこ悪いでしょ、後輩のネタパクったんだから。いや、かっこ悪いでしょ。いや、かっこ悪い。どんどんかっこ悪くなってるな。どんどんかっこ悪い。だから面白くないっつってんの。面白くないっつってんの。こんなこと言いたくないけど、こんなこと言いたくないけどさ、お前閲覧150とかでさ、ね、わけわかんない配信やって、まあ、ほんとつまんない配信だから排他的なんだよ。俺の配信700人とか集まるんだよ。うん、パクリでね。パクリでね。パクって、後輩のネタパクって700人で生きがってるんだよ。後輩のネタをね、後輩が流行ったネタをパクって、丸パクリして700人だっつって生きがってるわけじゃん。で、花火上がったっつって生きがってるわけじゃん。花火上がったって別に自慢してないじゃん、俺。いやいや、今言ってんじゃん。言ってねえじゃん。俺700人だっつって。閲覧の話した。閲覧の話でしょ。だから結局後輩の一生懸命考えたネタを先輩がパクって、で俺は人集められるんだって。何、後輩の一生懸命考えたネタって。アメリカ人が考えた。一生懸命考えたかどうか知らねえけど。いや、アメリカ人は一生懸命やってるでしょ。いや、やってもいいんですよ。やってもいいんですけど、格好悪いってことね。格好悪いって。別に格好悪いって言って悪くなくないですか。別に僕の個人的な意見なんで。がないって言ってんの、お前に。え、どういうこと。うん、お前に。え、俺が俺のパクリでかっこ悪いとかまで考えてみんな見てないから。しかも丸パクリじゃないし。いや、俺は俺の個人の意見だから、サメ島さん。いや、だから、あ、ね、ワド、俺はアイラをすごいコピーした、 YouTube みたい。誰の YouTube？ まあ、全部ではない。あ、アイラの。でも 70% ぐらいの完成度はあった。俺は、うん、あの言い回しだとか、あの仕草とか、俺はアイラのを盗んだ、うんうん、パクってない、アイラからパクってる、俺は、うん、そこに対してお前が、ね、どう思うか知らないけど、うん、お前がどう思ったって、うん、所詮お前の意見は俺には通らないよ。別に通そうと思ったわけじゃなくて、俺はカッコ悪いと個人的に思ったの。だからお前がカッコ悪いと思っても俺は成功してるんだから、うん、ね、それに対するひがみだよ、お前の。ひがみかな。当たり前じゃん、だって俺は成功したんだもん。当たり前じゃん。いや、成功したものに対して、別に成功はおめでとうございます。成功はおめでとうございます。ただ僕はやらないですよ。うん、別に俺はかっこいいねとは言ってないよ、自分のやったことに対して。じゃあそれはね、あの配信のスタイルとしてかっこいいって、かっこつけてるとかそういうことじゃなくて、俺は後輩の芸人が一生懸命考えたネタを。後輩の芸人だとかいうその考えがかっこ悪いって。どういうこと。いや、だからパクリ配信やってけばいいじゃん、今後。ね、あのね、今後だから過疎生主とかが頑張って受けたネタをパクリ続けりゃいいじゃん。そんな、ね、そんな真面目にやってんの。いや、だからやってけばいいじゃん。後輩の過疎生主が新しく考えた、ね、一生懸命考えて当たったネタをパクリ続ける配信者でいいじゃん。どうなんだろうな。いいじゃん、いいじゃん。キツネ枠に逃げてるやつにとやかく言われたくないから。うん、いやいや、キツネ枠に逃げてるとこじゃないから、うん、多分お前のひがみなんだよ。何がひがみなの。かっこ悪いでしょ、アメリカ人のネタかっこパクってかっこ悪いでしょ。誰がどう考えてもかっこ悪いでしょ。いや、だからそっちの枠で盛り上がったなら、そっちの枠でこう盛り上がってりゃいいじゃん。かっこ悪いもん、かっこ悪いんだよ。お前がかっこ悪いですよって言ったから、お前になんでどうやか、なんで言われなきゃいけないのって。自分の意見言っちゃいけないんすか。自分の意見。いや、いいよ、別にいい。でしょ、いいでしょ。ね、でもね、うん、アメリカ人のネタパクってクソダサいですよって言って、うん、いや、まあ、それはワドの意見なんでしょ、うん、それは別に尊重するけども、うん、別にお前がかっこ悪いと思ったって、うん、俺はそもそも配信者ってかっこいいもんじゃないと思ってるから、うん、どうでもいい、うんうん、いいんじゃない。うん、だから別にお前もパクればいいじゃん。だったらどう。だからパクらないって。俺アメリカ人のオリジナルが超受けたから。何終わってるって。どういうこと。だってアメリカ人が面白かったんだもん。あいつやるなと思って見直したんだもん、俺。だから何、お前それを丸パクリするって恥ずかしくないの。お前より アメリカ人のが上なんだから。恥ずかしくないの。いや、別に恥ずかしくないんだ。まあだろうね、うん、だって1ミリも恥ずかしいことやってない。いや、だからそうだろうねって。恥ずかしくないからああいうことできるんだろうねっつってんの。何が言いたいの。だから恥ずかしくない。いや、だから恥ずかしくないからああいうことで成功したって言って、やりきった感があるんでしょ。いや、だから変わっちゃったねって、鮫島さん。
アメリカ人も俺の配信でリスナーとしてコメントに参加してくれてた以上、うん、お前がとやかく言う。いやだから俺嫌なんだよ、もう慣れ合ってるの、ふわっち生主でさ。慣れ合ってるのは嫌なの構わないよ、うん、お前に対して別に慣れ合おうよとは。俺は確かにお前と仲いい、うん、なんか、まあまあ僕も仲いいですよ、ね、ネタは提供してるつ、まあ、ネタまあ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 そうですね、思って、まあね、自分が思ってるだけだから、ね、うん、恩着せるつもりは1ミリもない。いやいや全然そこは感謝しますよ、と思って勝手にやってることなんだけど、うんうんうん、それに対して、例えばね、お前がね、慣れ合い嫌だなっていう意見は、ものすごく俺は尊重する。うんうんうん。これ別にそれに対して、慣れ合えよとか言わないし、うん、確かに。あ、和道の考えってしっかりしてんなと思う。ね、一人で頑張ってるの分かってるから、うん、それはいいんだけど、うん、俺がどうやろうが、お前に関係ないじゃん。うん、関係ないっちゃ関係ない。お前のことは俺には関係ないし、うん、関係ない。俺のことはお前には関係ないわ。関係ない、関係ない。例えば和道の企画に俺が乗るときは和道に協力するし、うんうん、俺の企画に乗るときは和道は協力してくれるだけで、うん、それ以外は別にもうね、お互い別に、うん、なんていうの、仲間ではないわけだから。いや、だから俺は鮫島さんの海行こうぜとか鮫島さんのネタだと思ってるんですよ。それはすごい俺は好きだよ。大好きなの。だけど、例えば他のテルチャンピンとか海行く配信やるとか言ったら俺と同じように叩きますよ。お前先輩のネタじゃねえかよとか、まあ水系。別にネタうんぬんっていうのはね、ワド考えすぎだよ、それは。でもネタ考えるのって大変だもん。うん、いや分かるんだよ、ワドの言ってる意味。例えばさ、例えば誰かの配信者が皇居にバスクリーン投げたら、うん、多分昔のネット見てる人だったら誰、うん、それパクリだって言われるじゃないですか。マンゴルマンがね、そう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 、マンゴルマンのネタじゃんって言うけど、まあ多分バレないじゃないですか、ふわっちでは。まあそうだね、うん、マンゴルマンはもう結構前だからね。そう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 、あの違いね、うん、今ふわっちにいるけどね、あいつ。え、そうなの？いるいる。あ、そうなんですか、まあ、知らなかった。それはいいんだけど、例えばね、うんうん、あとそんなこと言ったら、じゃあさ、例えばさ、アメリカ人がマッハ祭りやるよね。あれパクリだと思いますよ。なんでなんでなんで、うん、いやパクリとまではいかないけど、マッハ祭りは歴史があるから、ただ、うん、そのなんて言うんだろうな、捨て頃、まあ、要するに便所太郎のやってることをパクってるって言いたい、ね、うん、それは思う。だからマッハ祭りの敷居が下がっちゃったのかな。それはね、和道のね、ちょっと頭が硬い、うん、俺硬い頭硬い。柔軟に行かなきゃ。それはなんでなんで。じゃあ例えばさ、金梅が旅行旅配信します。はいはいはい。でも例えばね、青山とかはもう旅配信やってたわけで、うん、昔からやってます、やってます。はい。じゃあ金梅はパクってんのって話になるじゃん。いや、それは思わないかな。でもだってパクリじゃん、和道の言う。いや、パクリではなくて、過去から積み重ねてる。じゃあ俺のロジックはそうじゃないの、鮫島さん。いや、じゃあ和道のロジックで言えば、ね、金梅は青山とかパルパルのパクリをしてる。違う違う違う、だって青山も金梅さんも昔からやってかぶってただけじゃん。これはお互いライバルでいいと思うの。だから最近やり始めたんだよ。うん、いや別にいいんじゃないですか。俺別に。でチャリ旅だってさ、実際問題最初にやったやつは石川か誰か分かんない。はい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 。そういうやつがいて、じゃあチャリ旅やったらパクリになるわけ。うんとね、違うんだよ。まんまじゃ。二番線じゃ分かるよ。鮫島さんのやったのは丸パクリだから。じゃあ例えばお前がギター弾くのも歌うのも歌い手のパクリやな、うん、じゃあお前はギター。いやいや違うじゃん、内容が違うから。それはギターっていう武器とかジャンルは一緒かもしれないけど、アイラじゃない、サメラとアメラは。だってさ、内容が違う。アイラのもの、例えばね、例えばなんだけど、鮫島さんがツバニャンとか他の有名配信者のモノマネをやったら僕爆笑してましたよ。あのすげえっていう、要はなんか、いやだから別にね、和道がアイラと仲いいとか別に俺に関係ねえし。まあ別にあんまり仲良くないですけど。仲いいのは知ってるよ、仲いいのは。まあまあ悪くはないですね、悪くはないですね、うん、はい。ただそれに関して俺がアイラをどういう使おうが、うん、俺が和道の真似しようが何しようが俺の自由じゃん、うん、まあ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 、うん、だ例えばそこに対してアイラがね、俺の真似したな、うん、訴えるぞっていう話だったら話は別に。まあまあそうですね、本人だから。当たり前じゃ、本人が嫌がってんだったらそれは、うん、まあ俺は嫌がっててもやめないけど、うんうんうん、でも俺がやる以上俺の自由じゃん。うん。うん。うん、でみんなリスナーにじゃもうすごい好評で、うん、あ最後はもうね、うまく終わったんだから、別にそこに対してね、うん、お前がなんか批判するっていうのは、まあ、いろんな意見はあるよ。うん、いろんな意見は、うん。でも別に和道になんか言われる筋合いはないし。自枠で自分で思ったこと言っていいじゃないですか、僕。あ、じゃあいいよいいよ、別にいいよ、うん、言っても。うん。だと思うんすよね。僕が鮫島さんの枠でトツかけてそれはねえよって言ってないから。いや、それはいけない。そう、向こうの空気壊したくなかったから、まあね、うん、やってるのは知ってたし、うん、受けてるのは知ってたけど、俺は自枠でそれパクリじゃんって思っただけですよ。だっせ、別にパクリじゃんっていうか、そういうなんか線引きはないじゃん。じゃあキツネ枠をやるお前だって、うん、正直ね、うん、他のキツネ枠をやり始めた配信、お前最近やり始めてるじゃん。はいはいはい。パクリじゃん。俺でも普通に実装してからっていう話になっちゃうじゃん。っていう話になっちゃう。違くないですか、この例えは。いや違くないよ、お前のロジックではそういうことよ。いや僕が言いたいのはそういうことじゃないですけど、これシステムだから。和道のロジックで言うと、うん、
じゃあ一回誰かがやったことはやっちゃいけないってことなんでしょ。違くて、あの半年とか時間が空いてたりとかするんだったらいいけど。それは違う、時間の問題じゃないよ。だってアメリカ人がやったオリジナル面白かったもん俺。いや別にアメリカ人がオリジナルだわけではないじゃん。俺のオリジナルでもあるわけだ。そしたらサメラはね、アメラはアメラ、サメラはサメラであって、そこはもう全然もう特性は違うわけだから、お互いにオリジナルなわけ、派生してるわけだよ。わあ、ちょっとその理屈わかんないですね、僕は。アイラがオリジナルなわけよ。だってそうじゃん、アイラのモノマネなんだから。でも、あくまでアイラのモノマネをしたサメラであって、アイラではないの。サメラはちょっとないですね、僕の中で。なんでないの？え、だってアメリカ人のアメラが面白い。あ、俺だからアメラファンなの、簡単に言うと。だからそれは構わない。別にお前がね、アメラとサメラって別のものだから、どっちを好きだろうが、それは自由じゃん。俺はアメラ派。じゃあいいよ別にその、うん、構わないよ。でもサメラ派の人もいるわけだから、まあ、いるでしょうね、いっぱい、うんうん、でもさ、なんか僕だったらですよ、あれピンの放送じゃなくて、例えば、はいはい、アメラにコラボ待ちでサメラが上がってたら僕大爆笑してたと思います。だからそういうのもこれからできるわけじゃん、うん、じゃあ一発目でそれだったら僕サメ島さんすげえと思ったんですよ。要はアメリカ人のパクリじゃなくて、アメリカ人のボケに対してボケで言ったらかっこよかったのに。サメラはアイラの言っちゃう、うん、まあ分身なり、アメラもアイラの分身なの。俺はアメラの分身じゃないからね、うん、あくまでアイラを真似したわけだから。いやーもう2番煎じって感じですね、うん、2番煎じ、2番煎じって感じですね。てか2番なのか3番なのかいいんじゃん別に。いやーお前がやってることだって2番だし。やだ、なんか鮫島さんがそうなっちゃったら俺悲しいんだって。いやそうなっちゃったら悲しいなっていうか、別にお前にどう思われてもいいんだけど、うん、それは、うん、俺はだから鮫島さんのオリジナル。逆に言えば金馬だってバイラやってるわけじゃん、まあまあまあ、ってことはアメラは金馬のパクリなわけでしょ。まあ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 、じゃあそう言ったらアメラはおかしいじゃん、オリジナルではないじゃん。アメラはじゃあ化粧をしてさ、服装とかもちゃんと。だからそれ関係ないけど、俺も化粧してサメラをやっただけ。キャラクターとしてサメラってものを作っただけ。うん、別にアメリカ人の真似かもしんないけども、俺は独自でやってるわけ、オリジナルで。アメリカ人の真似をしたわけじゃない。そっか。お前もやればいいじゃん、そんな言うなら。ね、いや俺はやんないですよ。俺1時間半もかけてやってんだよ。俺やだならば、とにかく言うなよ。嫌、うん、だから言ってるんだよ、パクリ出せって。だからやんないってこと。じゃパクリじゃないってば、うん、まあ、和道にはこういうことはできないから。俺やんない、うん、できないんだよ、やんないんじゃなくて、うん、いや、やんないやんないやれないんだよ、うんうん、だから、ね、別にあのなんつうの、別にひがみだろうがなんいいんだよ。俺だって嫉妬することもあるし、うん、俺は人間なんだから、うんうんうん、でもそんな否定されても、いやどう考えても大好評だったものを否定はできないでしょ。まあ大好評なのはすごかったらしいですね。めちゃめちゃ受けてたらしいですね。いやまあ、まあ、うん、まあまあまあ、まあコメントでもすごかったですよ。もうサメラやばいって言って、見に行け見に行け。それなりだったかな、うん、まあまあ一応ってことは。いやすごかったっすよ。サメラができた時にサメラとの企画ができるわけ。それに対してもう言っちゃえば前に進んでるのに、うん、お前がねあれはダサいですよって言ったって、うん、え何って話じゃん。いや僕のリスナーはそう思ってるんでいいんじゃないですか。いや僕のリスナーってあなたのリスナーだって分かんないじゃん、匿名なんだから。匿名の時点で僕のリスナーとかいいのやめなよ。それはバレた。もうじゃあやめます、それはバレた。だって匿名でさ、僕のリスナーは何言ってますよ、うん、誰か分かんない人間が言ったことを。それそうっすね、お前は真に受けてんの。それそうっすね、それそうっすね。だって匿名でしか配信できないじゃん、まあまあそうっすね、ダサいのはそっちだよ。そうっすね、俺から言わせれば、うん、だから言わせれば匿名だったら、ね、はい、コメント率も上がる、うん、あとなんか結構、はい、あのアンチの人も書いてくれるみたいなので、はい、お前はそこに甘んじてる、お前が最高にダサい、最高に、まあ、まあしょうがないですね、っていう、うん、本当にそう思うよ、うん、これは俺のリスナーっていうのはクソダサいよ。そうですね、うん、っていうかアンチしかいないと思うよ実際。え、アンチしかいないですか僕の方。じゃあなんで、え、でも花火上がってますよ普通に。いや花火一発じゃん。いや今の枠は一発ですけど、でも普通にあれですよ、普通に雑談やってても上がりますよ。その方がダサくない、逆に。花火くださいって花火上がってることを自慢する。いやいやいや、花火くださいって言ってるわけじゃん、勝手に上げてもらってるんですよ。ありがとうございますって、風船ありがとうって。分かんねえけど、うん、うん、いや俺僕はじゃあお前さ、いやワドラは悪いんですけど絶対やらないですよ。いやワドラはどうでもいいんだけど、はい、お前さなんかラジオ枠でさクラインのモノマネとかしてんじゃん、はい、クラインのモノマネってか2番線。あはいはい、あのなんつうんですか、あれはまだにパクリじゃないの。あれパクリっすよ、やったこと。あれパクリっすよ。じゃあ何、自分はパクリやって人がパクリとか言う。違うんですよ、違うんですよ。要はお前おかしいじゃん。違う違う、サメ島さん落ち着いて。違うないじゃん、お前がサメ島さん落ち着いて。俺が言ってんのはアイラを
ね、モノマネっつってアメラがあったわけじゃん。その後にサメラが出てきたから、モノマネのモノマネがダサいっつっての。俺はクラインからもお前だからアメラと別に。なんでオリジナルじゃん、それは。いや、パクリでしょ、あれは。しかも自分がそうやってモノマネやった時には全然何もなくて。パクリは認めようよ、パクリは。完全にパクリでしょ。いや、パクリじゃないじゃん。お前もパクってんのになんで人のことパクリだ。俺はだからモノマネじゃん。俺はモノマネだっつって。うん、誰の完全な、うん。うん。俺はそうは思わないっすよね。だそうは思わないけど、自分に都合がいいんだよ、それは。いや、でも後輩のネタパクるのはダサいよ。だから、後輩のネタパクるとかじゃなくて、どうでもいい、うん。しかもさ、1日3000円だけでいいって言ってたのじゃないの。知ってる、知ってる、それアイラが言ってたんでしょ。それアイラの意見聞いてる。うん、あのね、俺1日3000円あればいいって言ったけど、うん、別にモノマネしない、俺は花火くださいとは言ってない。愛をくださいって言って、あの結果なんだよ。うん、別にそこに対しては俺は論破できるソースを持ってるから、うん、いくら突っ込んでもいいよ。うん、俺、確かに1日3000円で、間に合うよって言ったよ。うんうん、でも3000円でもいいって言ってるの、俺は、うんうんうん。あくまでわかる。別に上限は設けてない、まあ。なるほどなるほど。3000円あれば生活できる。なるほどなるほど。ぐらい上がればいいんじゃない。そうすると嬉しいっていうボーダーを提示しただけだと。でじゃあね、じゃあ俺がカメラでこじったよなって言うんだったら、アイラだって、アイラってこじってるわけでしょ。ってことはアイラ自分がこじきを認めるわけだよ、うん。俺はサメラっていうもので対して、うん、こういうなんていうんだろう、パフォーマンスに対しての対価だと思ってるから、うん、毎日やるわけじゃないし、俺は。うん。うん。うん、まあ、別に1個のネタだもんね。いい1個のネタだもんね、うん。ただのネタだよ。当たり前にネタでしかないじゃん。うんうん、逆にはもう毎日毎日アイラやってることは、こじきなんじゃないですかって話じゃん。なるほど。俺が、ね、何をやろうが自由なわけだから、うんね、俺のリスナーさんが受け入れてくれてる以上、別に自由じゃん。俺は強要してないよ。うん、鮫島さんのリスナーはアメラっていう存在を知ってたの、もともとアメリカ人。知ってるに決まってんじゃん。アメリカ人も来てんだから。あれ、面白くなかったっすか？だから、面白いからとか、面白くないから。違う違う違う。そうじゃなくて、いやいや、一回話して、アメラの影響もあるかもしれないけど。一回離れて、アメラは面白くなかったっすかって聞いてんすよ。面白いんじゃないの？見ました、うん、いや見ましたっていうか、見てるよ、うん。面白かったっすよね。いや、面白かったよ。だから、俺のも面白かったよ。好評だってみんな言ってくれたよ。だいいじゃん、それで。ウィンウィンじゃん。なんかそこに対して、俺は別にアメラを食ったわけでもないし、お互いに引き立てる効果がある。いや、俺、アメラが潰れたと思いますよ、今回。いや、潰れてないじゃん。アメラコメントしてたもん、実際。いや、アメラは使いづらくなったんじゃないですか。いや、アメリカ人がアカウントの固定版とか変えて、名前とか、あの、写真変えて、アメラでコメントしてくれたよ。だからこれでアメラとサメラのコラボができるっていう。あ、まあ、それは面白いですね。それは見たい、それは見たい、それは見たいですね。それは面白そう。お前は部外者なんだから、ね。負けを認めるっていうか、お前は負けたわけじゃないんだけど、自分から勝手に負けに走ってんだよ。え、何をさせたかったんですか、僕に。別にな、いや、いい、いい、別にしたくないことを俺は強要しないし、別に俺、お前の意見は尊重したいし、はいはいはい、どうでもいいんだけど、うん、お前が勝手に俺に対して因縁つけてきたわけじゃん。はいはいはい。ね、あの、そういうのクソダサいよ。あ、すいません。じゃあ逆に言えばね、ワド、はい、お前が今実力を伴ってれば、はい、俺に対して、あれはないんじゃないですかって言っても、俺はなるほどなと思う。うん、今のお前は、ぶっちゃけ、うん、荒野より若干下なんだよ。え、それはなくないですか。荒野はないわ。荒野より下はないわ。それははっきり言う。あるあるある。いや、だって荒野より閲覧稼いでるし、アイテム上がってるよ。やってないよ。え、キツネ枠やるのは逃げなんですか。逃げだよ、逃げ。なんでですか。逃げに決まってんじゃん。閲覧が低い人間の逃げなんで、多い人間がやるならわかんない。閲覧が多い人間、お前はどう見ても、はい、はあ、誰でもいいからコメントしてほしいっていう欲望っていうか、まあ、そういう言っちゃう願望の表れだよね。俺からすればすごい逃げだ。俺は逆にアンチをブロックしないっつって、先月ブロックしなくて、アンチコメントもだからどうでもいいんだよ、ブロックするしないは。別にどうでもいいんだよ、そんな話。別にそんなのはステータスでも何でもないんだよ。お前のさじ加減なんだよ。キツネは逃げなんすか、ね、うん、逃げだと思う。俺は、俺は荒野の方が上だと思うよ。ああ、そうっすか。うん、うん、甘えだと。キツネ枠じゃないと100人いかないもんね。うん、じゃあ逃げちゃう。じゃあ荒野より下。いやいや、通常枠でも行けますよ。100、200。あんま変わん、あ、まあまあ、ちょっとボリューム多くない。200は行かねえべ。嘘つく。いや、200行きますよ。行きます、行きます。行かねえよ。行きますよ。160ぐらいで行ってマックス。いや、行きます行きます、全然。行かない行かない。いや、行ってるって。いや、行ってないもん。俺、お前のこと監視してるもん。いや、行ってるんだけどな。行ってないもん。絶対行ってない、絶対。いや、行ってますよ、全然。行ってたとしたら水増しだよ。え？だってそうだよ、お前は100。うん、俺はキツネはやんないよ。だってコメントが荒れるって読めなくなる。まあまあ、まあまあ荒れますね。すごい、あのコメントが上がりまくって、はい、もう俺が対処できないぐらいコメントしちゃうから、みんなが。はいはいはい。俺はキツネができない、どうしても、うん、あ、うん、あと鮫島さん、ちょっと話それてもいいですか。
なんか今度の格闘技企画でリスナーから喧嘩売られたんですよ、僕。で、本気の試合やってほしいって言われたんですよ。要は2分、3分2ラウンドで、ドレさん、要するにガチでやれってこと？そう、向こうからは、要は怪我しても死んでも構わないから思いっきりやってくれって言われてるんですよ。でも向こうああ、本気でね。ガリガリでド素人なんですよ。おっさんなんですよ。で、ドレさんは絶対手抜きしないと大怪我するからやめろって言われてるんですけど、どう思いまいいす？よ、ガチでやっちゃえばいいんじゃない？別に。だって向こうがそれを了承してんでしょ？え、でもそなんこか、で手抜いたら、お前は向こうに恥をかかせる結果なんだよ。でも正直言うと結構練習してるじゃないですか。本当にやっちゃう可能性あるんですよ。やっちゃえばいいじゃん、別に、それは。え、でもリそスういうナーと話でしかょ。にじゃあ、ただ、何？じゃあ、例えば、お前が俺にさ、例えば、じゃあ、配信で勝負しましょうよって言うじゃん。閲覧とかなんかで。で、あ、俺、和道か、じゃあ、40%の力で和道とやろうかなってさ、どう思う？ちょっと嫌っすね。ムカつくでしょ？ちょっと先輩だからフルガでチで戦って来くいよ、ださいよっそてんな思いもん。ますね、ね。俺を弱いって言うなよみたいになるし。え、お前がで言うな、も、そういうこと。その日って3月の25の、鮫島さんが解説やってもらう日だから、鮫島さんに迷惑かかるかどうか不安だったんですよ、僕。迷惑かかるかどうかっていうか、俺は別に解説するだけだから、でも別にだっそてれコ迷メン惑かトか欄りとようかがでないよ。止めろとかなんか来たりしたら迷惑別にかかんない俺かはな。別に俺に関係ないことは一切関わんないから、介入しないから。本気でやった方がいいですかね、やっぱ。じゃあ本気でやります、僕。手抜かだっないでてす。本気でやんなかったら失礼じゃないの、相手に。でも、で、じゃあ、和道、今、まさに例えた通りだ。俺がお前に本気出さなかったらどう思うよ。あ、いいよ、こいつなんか40%ぐらいの力で十分でしょって。あ、和道弱いもん、あいつは。閲覧なんか全然持ってないじゃん、みたいな。バカにしてるってことなんだよ、まあまあ、つそうっますり。ね。失礼っすね。え、和道、じゃあ分かった。俺100%出してあいつボコボコにしてやると。ね。そう言ったらお前は負けを認められるんだよ。じ鮫ゃあ島も強えなって。う、その日鮫島さんもいるじゃないですか。本気でやっちゃっていいんですか、僕。いい100%んじで。ゃない？わかりそまれしでお前が負けたらすげえ笑えるけどね。た。いや、負けないっすよ。だからそういうことはあんま言わない方がいいんだよ、周りに。うん。負けないっすよって言ったってやるまでわかんないから。まあまあまあ、そうっすね。じゃあ100%でやります。3月の25。ちょっとそれだけ相で、談したく100%でやるからお前負けた言い訳はできないからね。もちろん、もちろん。100%でやれって俺は言ってでるのも、に。あれですよ。本当に骨折ったりとか、脳挫傷とかになっても、やっちゃいますよ、それくらい。なかなか人間にはできないよ、そんな簡単に。まあ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 。でも、いけますよ、窓には無理、それは。じゃあ、本気でいきます。いや、本気で、もうね、それはもう、多分ね、窓はね、かっこ悪い。逃げ道を用意してる。自分で。いや、だから100でやるっつってんじそゃう、例えばさ、いや、本気出してないから負けたんだよっていう、今、逃げ道を作ってたよね。いや、後輩のネタパクる人にそんなこいとや、言われじゃあ、ちょっと待って、その話は分かった。とりあえず和道、自分の話になって。分かりました。ね、今和道は負けた時の保険を設けようとしてたね。ちょっそとんな迷ってましたね。相手がガチでこう言って、ね、手抜きました、ね、もう勝てりゃいいよ、勝てりゃ別に。でもはっきり言って勝てるかどうか分かんない。相手がガリガリかとか俺知らないし、みたいな。でもそれもう完全な逃げ道なんでね。心のせ弱さこですい、か。すごいせこい。いや、悩んでたんすよ。なんか配信だからカメラ回すから引かないかな。悩むことないじゃん、別に。なもう俺が強いってところ見せてやればいいだけの話じゃん。わかりそんましなた。もやばかったら途中でやめりゃいいんだから。なも了解です。なもそんなもんね、瞬頃は無理なんだから。ね、相手が明らかにやばいっていう空気はわかんだから。なもお前マジで素人なんだから、人を殺すことはできません。了解です。じゃあ本気でやります。なろ。そういうの考えたらお前はずるい。もうすごい格好悪い、今の。これで負けたら最高にかっこ悪いよ、お前。いや、これ負けないっすよ。負けないっすよって、やってみるまで勝負って分かんねえからな、俺は。まあまあまあ、そうっすね。そうっすね。喧嘩なんで。それ今、負けないっすよって、負けないつもりでやるのはいいことなんだけど、まあ結果分かんないっ負けするこね。とを考えたらがむしゃらなんだよ。お前は手を抜くことを考えたってことは、まあ負けた時の言い訳なんだよ。いや、本気出さなかったから負けてやったんだよ、みたいな。お前は逃げ口上を作った。今。それは最高にかっこ悪い。人のことをかっこいいかっこ悪いっていう前に、自分がね、格闘技をやるっていう精神だったらば、相手に対して全力で向かうのが当然なんじゃないの。わかりました。たとえ相手が弱かろうが何だろうが。わかりました。すいません、それは。ね。まあ、なんか、すいません、後輩芸人から、いや、ネタをパク芸人る。だと思ってないから別にどうでもいい後輩の配信者から、ネタをパクる先輩の言うことはやっぱ違いますね。だからパクリでも何でもいいんだけど、逃げ道を用意してる後輩よりもマシじゃない？多分やってることは。いや、後輩のヒットしたネタを速攻パクって、意気がって後る輩の先ヒットしたネタかどうか分かんないけど、俺のヒットしたネタでもあるわけだから、今はね。あの、別にパクったわけじゃネタをパクってブレイクした先輩ですよね。
別にブレイクしたとかうんぬんじゃなくて、別に好評だったらそれでいいじゃん、別に。うん、でなんか問題ある、お前だって旅企画とか言ってさ、去年さ、ね、もうそれだ、いや旅のことはもう、もう旅のことはいいじゃないですか。いや旅のことはもういいじゃないですか、旅のことは。逃げ道を用意してね。いや旅のことは違いませんか。いや違くないじゃん、旅のことはやめましょうよ。旅企画だってヒカルとかいろんなね、テルチャンピンとかがやってる企画を、はい、あこれ金集まるな、やろうと思ったけど思いのしんどかった。いやおこちは1万人リアドするっていう新しい斬新な企画ですから。だから1万人リアドだって挫折してるわけじゃん。最高にかっこ悪いのどっち、やりきった人間とね、あの他人のネタをパクって1万人リアド。いや僕はオリジナルですから、100人ぐらいでやめた。僕はオリジナルですから。いやいやいや、そんなもん何人もやってるよ。旅に行かないのに、僕は旅が夢でした。まあ強いて言うなら海老蔵さんインスパイアですけど。ほんだパクリじゃん。いやパクリじゃないですよ。俺はだからアイラをインスパイアしてんだよ別に。お前パクってんじゃない要は、うん、全部中途半端、はい、全部、はい、うん、そこに対して全部中途半端にやってるやつが、はい、そのことをダサいとか言う資格はないの。すいません、うん、ごめんなさい、はい、いや別にいいんだけど、はい、ね、はい、ババアと付き合ってさ、ね、まあ、わけわかんない。ちょっと待ってくださいよ、のんちゃんの悪口はやめてくださいよ。ババアじゃないでしょ、のんちゃんのおっぱいプリンプリン。あ、何言ってんのよ、のんちゃんのおっぱいプリンプリンです。星柿じゃねえか、プリン、星柿じゃないですよ、プリンプリンですよ、星柿じゃねえか、プリンプリンですよ、桃ですよ、桃、ピーチです、ピーチです。今見せろ、のんちゃん、あっとも来た、のんちゃんちょっと来て、ああのんちゃん、のんちゃん寝てますよ、星柿寝てます、たまに手出てるよ、星垣、うん、星垣寝てるんで、ちょっとプリンプリンですから、それは訂正してください。嘘つけよ、お前。いや、のんちゃんはプリンプリン、お前の、やめて、お前の女のおっぱいは違う、プリンプリン、本当に星垣だよ、いいカップのプリン、やめ、粉吹いてないですよ、やめてください、なんすか人の彼女、粉吹いてんだお前のババア、なんすか粉吹いてるって、名誉毀損ですよ、ババ、やめてくださいよ、人の女を、うるせえ、年老いたマーメイドがよ、マーメイドってこと、お前人魚のお前ミイラみたいになってんじゃねえか、やめてくださいよ、ちょっと星書きとか、気持ち悪いな、やめてください、気持ち悪いババアの、なんで人の彼女そうやって悪く言うの、うるせえ、やめてください、のんちゃんのおっぱいプリンプリンですから、ババアのね、クリトリスずっと見てるからだよ、クンにしてる時、うるさいですよ、もうなやめてくださいよ、本当気持ち悪いな、うクソババア、ちょっとやめてくださいよ、俺とのんちゃん今セックスレスなんで大変なんだから、2ヶ月もセックス、知らねえんだもん、ババア、セックスレスの、ババセックスレスのカップルにそれ言い過ぎでしょ、クソババア、クソババアって、なんかやめてよ、クソババア、なんすか、やめてよ、うるせえなクソババア、なんだよ、俺ババアじゃない、寄り目とガチャ目のカップルがよ、いや確かにクリスマスの時見つめ合ったら目が合わないからびっくりしましたよ、目合わないよな、はい、鍵カッコみたいになるよな、片目しか合わないですよ、片目しか合わない、もう本当悲惨だよね、お前らな、本当草マンババア、草マン臭くないですよ、のんちゃんは、じゃあ今嗅がしてみる、違う、頭がちょっと粘土の匂いするだけですよ、頭が粘土の匂い、はい、オカリナって頭くせえよ、あそうなんですか、そうだよ、だからとにかくお前出せんだよ、うん、バーカ、うるせえなバーカ、はい、ワドなんか死ねばいいんだよ、言い過ぎでしょ、いやいいんだよ、お前なんか死ねばいいんだよ、いや言い過ぎでしょ、あだから今ね、今ね、うん、ワド、あの夏企画今考えてるから、はい、はいはいはい、どんな内容ですか、どんな内容ですか、とりあえずさっき話すと、はい、コストコに1万円のボート、ゴムボートが売ってたの、はいはいはい、いいですね、はい、4人か5人乗れるのすごいしっかりしたやつ、はい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 、それで伊豆大島までワドに行ってもらう、ワドとアメリカ人に、はい、あとミュウツーもいるそこに、あの一応ほら若い企画で分かり合ってもらうために、なんで俺がミュウツーとゴムボート、ワドがリーダーなの、リーダー、お前がリーダー、はいはいはい、でそこでお前は言っちゃえばアメリカ人とかミュウツーとかの、はい、あのそのチームワークみたいなのを、絆を、伊豆大島ってどこっすか、伊豆大島は50キロぐらい沖合ですね、あ江ノ島から江ノ島から 50… でも大丈夫、しっかりしたゴムボートだからちゃんと、ゴムで、ゴムで50キロ、ゴムで手漕ぎ、ちゃんとパドルは2本支給するんで、電波あるんすか、電波ある、だって伊豆大島まで50キロだもん、あるよ電波、マジで言ってんすか、まあ、それはやってもらう、絶対。だからその前に滋賀、なんて、琵琶湖とかで訓練はするけど、一応ね。それはしないと死んじゃうから。え？漂流しちゃうから。お、いや、まあ、それはオリジナルなんでやりますよ。やるでしょ。ちょっと嫌ですけど。ギャラも出るし、ギャランティー。ちょっと、ミュウツー嫌ですけどね。喧嘩になりますよ。でも、できれば、できればさ、それほら、二人で、はい、試練を乗り越えて、はい。もうそれでワドとミュウツーが最終的には肩を組んでね、俺たちやったなみたいな、はいはいはい、感動の対策になるわけですよこれ、なるほど、
一応僕が脚本書いてるんですけど、まあね、最初はいがみ合って、いや、おめえとなんか嫌だよとか言いながら、その嵐とかね、なんか大波とか来た時に、あ、ミュウツーあっち行けとか言って、でそこでミュウツーとワドウの間に見えない絆が生まれるっていう。まあ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 いい企画ですね。電波少年みたいな。いいじゃん、あの9700円で、ね、すんごいいいゴムボールだから。いいっすね、いいっすね、うん。まあそれはじゃあやりましょう。じゃあ、いやだからそれやりたいよな。やりたいですね。で、はい、人は死ぬのかっていう。はい、え？死ぬか死なない。あ、でちゃんと釣り竿も支給するから。鮫島サバイバル。え、ちょっと待って、え、行くだけじゃなくて何、そこでサバイバルするんですか？サバイバルっていうか伊豆島まではサバイバルになるよね。あ、1日で付き合いんだよ、別に3時間4時間 ですよね、ですよね。じゃあ別にもうさっさと終わらして、もう、ね、はい、行った伊豆大島からフェリー乗って帰ってくるとか、はいはい、全然それはいいんだよ、なるほど、自分のペースで。行けばいいんですね。行けばいい。あ、じゃあ余裕です。っていうか僕水泳、水泳できるんで50キロぐらい泳いで行けますよ、僕。泳げる？はい、最悪。あ、まあ、確かに江ノ島泳ぎ良かったもんね。はい、僕水泳やってるんで。バタフライだもんね。バタフリーですよ。バタフリーだよね。バタフリーはどう？バタフリーってポケモンでしょ。そうですね。適当なこと言うのやめて。バタフライ。そういう。はい。今、バカにしたでしょ、今、僕の企画。いやいや、してないですよ。いや、したでしょ、今。いや、してないです。目寄ってんじゃん。だって、完全にバカにしてんじゃん、今。いやいや、これ生まれつきですよ。いや、じゃあ、もっとカメラに見せてよ、なんか。変だよ。いや、変じゃないですよ。目寄ってないです。変だよ、なんか。いや、目寄ってないですよ。目寄ってきたよ。いや、寄ってないですよ。お前、嘘ついてるって言う。いや、寄ってないですよ、そんなに。鮫島さんが言うからそう見えるだけで、寄ってないですよ、目。え、ほんと寄ってないの？寄ってないですよ、ほら。うん。すごい気持ち悪い顔だな。はい、なんか気持ち悪いな。なんすかそれ。だ、まあとりあえず夏、うん、まあとりあえず、はい、まあ捨て頃前にやります。捨て頃前にやんの？死にます、死にます。夏って言って捨て頃6月っすよ。まあ夏まではいかない。あの多分ね、日焼けで死ぬよ多分。夏でいいんだったら夏でいいけど、多分死ぬよ。いや夏でいいんじゃないですか。本当に？はい、いや余裕っすよ、50キロぐらい。本当に？いや余裕っすよ、まあ、とりあえず、まあ、グムボートは僕が買うので。はい、でまあとりあえず水も2リットル1人1本。まああと浮き輪とか最悪。あ、まあ浮き輪か救命胴衣。救命胴衣ぐらいは、はい。救命胴衣はもちろん支給します。あの、はい、僕が作ります。はいはい、レジンで。レジンで。レジンで。ちゃんと浮くかわかんないけど。はいはいはい。多分浮くんじゃない。でまあとりあえず食料とかも一応ね、あのビスコ3箱ね。ああ、いやまあ生き残れますよ、ビスコあれば。いや十分十分、3日で終わるんでしょ、はい、多分。いやいや、1日ですぐ2、3時間で終わりますよ。1日、まあ、2、3時間で終わる、うん、本当終わっちゃう。大丈夫、2、3時間で言うと時速20キロぐらいになるよ。ドローンで追いかけてくださいよ、ドローンで。ドローンで追いかけるドローンで鮫島さん。俺もじゃあその船に乗るってこと？ノエルの、ノエル連れてきて、ノエル、ノエルがこう上から空撮するとか面白いじゃないですか。うん、うん、だからそれはもう船乗ってんじゃん。ああ、確かに確かに。うん、はい、じゃあ、ね、俺も行くってこと？その船に。え、鮫島さんは沖で待ってるんですか？俺は伊豆島で待ってようかな。ああ、ゴールで待ってる。あ、まあ、ちゃんとあの、ちゃんとね、あの、はいはい、かわいい若い女の子とか桜雇って。ああ、感動のゴール。そう、あのババアと違うね、あの後ろの汚ねえひなびたババア。やめてください、誰が星書きですか？プリンプリンですよ、後ろのババアで。おっぱいプリンプリンですよ、のんちゃん。何言ってんだよ、じゃあ見せてみろよ。いやいや、寝てますから。見せらんねえんだろ、だから見せらんねえ。プリンプリン、いや、インスタグラム和道で検索したらのんちゃんのおっぱい載ってますよ。痛くねえよね。いや、プリンプリンですよ。グロじゃねえか。グロじゃないですよ。綾波レイですよ。綾波レイ。加藤君は何？うん、じゃあ出演 OK。僕 OK ですよ。これオファーなんだけど。あ、全然 OK です。OK、 OK、 もちろんもちろん。もうこれじゃあこの企画ゴーしちゃう？あ、いいっすよ。全然。僕は鮫島さんのオリジナル大好きなんで。あ、本当？じゃあこれ一応ね、あの、はい、強化合宿っていうか、まあ、一応トレーニングもしなきゃいけないから。はい、ほら、ね、海難で事故、ネタの海の上で海上で事故とあった時に、はい、あの 対処できるかどうか。なるほどなるほど。人工呼吸とか。はい。鮫島サバイバルかっこいいですね。うん、いいですね。鬼軍曹。うん。本当に？はい。で、ちなみに、はい。まあ、ちょっと穴開けておきます。そのゴムボートに。なんで？じゃあ、縛り。縛り？あの、その、ちゃんと計算するから、空気の漏れるよ。1時間にどれぐらい漏れるか。アクシデント、やらせだ。番組が。番組、まあ、やらせてから。演出ね、演出。演出。うん。うん、演出。OK です、OK です。はい。あ、本当、まあ、じゃあ、はい、まあ、とりあえず、じゃあ、まあ、そんな感じ、そんな塩梅で。はい。そうですよね、ジョーズは特殊部隊でもありますからね、ジョーズの訓練。そういうこと、そういうこと、そう。シールズみたいな感じですよ。いろんなことに臨機応変に。なるほど、海兵隊。できなきゃいけない。海兵隊みたいな。そうそうそう、もう、そういうこと。わかりました、わかりました。だから、まあ、だから、まあ、メンツがね、今ね、じゃあ、ミュウツーがダメか。アメリカ人が。
アメリカ人はもう無理やり。無理やり、はい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 。で、まあ、そう、まあ、4人ぐらい乗れるんだよね。あと2人乗れるんだよね。おー、誰がいいですかね。誰かっトていム・う。ソーヤとかどうなんですか。あ、トムソン、大丈夫？あれ、できる？いやー、どうだろう。トム・やソーばヤ、いよ、だっやばいってすよね。チームワークだよ。トム・ソーヤ、僕好きですけどね、最近。ハマっ俺てきもた好きだよ。俺もの。うん。好きだけど、いいっすよいね。や、協調性がないとダメよ。確かに、確かに。チームワー本当ク。に。チームワーカーじゃないと。なんで今、チームワーカーみたいな。いや、まあ、なんかかっこよく言った。まあいいや。まあ、とりあえずそんな感じで、後ろのババア、本当に殴っとけ。いや、やめてください、のんさん、かわいい。綾波レイみたい気な、持ち悪い。おっぱいが。綾波レイみたいなおっぱい。え？のんちゃんは綾綾波波レイレイとみエたいヴァなンおっゲリオぱンいでの？すよ。エヴァンゲリオンの。エヴァンゲリオンの？綾波レイってえ？噂ですよ。綾波レイみたいなおっぱいしていや、んの？リスナーが綾波レイって言ってますよ。リスナーが、のんちゃんのこ綾と波綾レイ波レイか、だねって。そう、草間彌生かって言ってますよ。キキキリンとか。まあ、どっちかっていうと多分俺は、昭和の日活ポルノ系と思う。わかりました。まあ、そんな感じで、お前、本当にな。了解です。寄り目直しとけよ、それまでに。いやいや、治んないですよ、これ。生まれつきなんダメで。だよ、直さないと、もう、うち、そいやいれ。や、治んないですよ、これ。ちゃんさ、とそういう、審査すら、寄り目ダメなんだよ、マジです今回か。の企画。マジですか。寄り目直して。わかりました。気合で。気合治っか。てねえじゃん、お前。気合で治すんですか。気合以外何があんだよ。頑張ります。頑張れよ、お前。了解です。頑張ります。ありがとうございます。で、旅企画いつやるの？再開。だって旅企画でお金集めたじゃん。集めてないっすよ。集めたじゃん、去年、集めセてブないっロすのよ。時。集めてよないっく言す。う、なんか、汚ね海見せてさ、海見たかったんだなとか言ってたじゃん、なんか、クソみたいな演技。海？なんだろなんか、海行ったじゃん。う。海？ああ、行きましたよ。だってそれ旅のじゃ最あ、あ中れに。またやれよ。やれよ。ああ、わかりました。やれよ。本当に。じゃあ、よろしくお願いします。いや、まあ、こちらこそ。まあ、一応企画練ってるから。了解です。夏っすね。夏、まあ、そうだね。まあ、5月とか。まあ、多分、捨て頃の前に合わせる。わかりました。前、なんで後じゃないですか。なんで捨て頃に合わせなきゃいけあ、ないの？そうだ、噂で聞いたんですけど、鮫島さん、やっぱセコンドダメなんですか。ダメなんですかっていうか、俺別にダメなことはない。向こうがダメなんじゃない？いや、弁護士さんには許可もらってるんですけど、鮫島さん、俺は別に、OK ですか。まあ、ワドのこと大好きだから。ああ、大好き。僕も大好きですね。もうチキだから、まあ、ワドの頼みは断れないよね、やっぱ。あと、もう一人決めないといけないですよ。誰がいいかなと思って。もう一人か。二人やんですよ、セコンド。爆走でいいんじゃない？え？ツバニャン？なんで？爆走。ツバニャンで、多絡み分ないですリよ。ング外で俺と爆走の戦いが見れる。それ持ってかれるじゃないですか、そっちに。直樹兄さんよりそっちの方が面白いじゃないですか。まあ、100%面白いね。100%持ってかれますよ、それ。でも、俺がほら、ね、主役でいたいじゃん。まあまあ、確かに。何、まあ、そセれはゴロね、全部かっさらおうとしてるんですか。セゴ全部ロの、かつ、後輩のものは全部かっさら。全部、ほら、だからア当メたリりカ前、人もうの、一つアもメ持っラても、ない。アメラも。違う、アメラの件は違うよ。違うの？ワドはもう徹底的に潰すの。まあまあまあ、それは全然構わないですよ、僕は。で、ワドつまんないじゃん。まあ、確かに。後ろにババアさ、なんか並べて。確かに。気持ち悪いな、あの年老いたマーメイドみたいな。了解です。一応、便所さんには鮫島さん OK は出てもうるん一で、人は分かんない、ちょっと。誰なんだろうね。ちょっと考えておきます。まだ時間あるんで。まあ、あと、でも時間あるだってもう3ヶ月だべ。そうですね。早めに決めないと。俺は別に大丈夫だよ。あ、ギ了解ャラです。ンティー次第かな。え？え？いやえ？もう言ってんじゃん、片手だって。片手は無理っすよ。いや、無理ですよ、じゃない。そしたら俺も無理だよ、まあ、そん確かな。に。当たり前でしょ、そんな。交通費はどうすんだよ。まあ、交通費は出します、弁当僕代。は。交通費、弁当ぐらいあはと、オ出しカまリナすとよ。俺のホテル代どうすんだよ、こっち。いや、帰れるでしょ。電車で無終電理あだる。ってさ。帰れるでしょ。捨て頃、ディズ新ニー木ランド場行なんきだたいから。し。そんなダさ。メだよ、それ。え？いや、それくならんいと出かししまろすよ。弁当代と交通費ぐらい出しますよ。違うだ、ちゃんとホテルしホか見テてルない、は、ディちょっズニと、ー。オホカテリルナはと言いちゃすんぎと。でしょ。あとディズニー、ディズニーリゾートは無理何だディズニー行こうとしてるんですか、人の金で。何が。いや、人ディズのニ金でっておかしいじゃん。ー。いや、あれ、経費で何とかしろよ。経費でって、いや、経費もクソもないごでしまょ。かってよ、別に。便所に請求すら出んじゃないの？出ないっすよ。ケチだから。あいつケチなんだ、あのテク。めちゃめちゃケチですよ。だって、わセかゴる。ロワンって120万儲かったのにギャラ3万ですよ。
1人頭。あ、そんな少ないんだ。手取り100200万ぐらいか、180万、120万ぐらい稼いでるんですよ。すごいね。それで3万なんだ。僕ら3万ですよ、命懸けで。うわ、がめついね、あのデブね。めちゃめちゃ儲けてますよ、太郎さん。すごいよね、あいつ。ね、和道、どうも、正直、便所太郎のこと、どう思ってる？いや、あれですよ。あれですよ。いや、この間言っていいんですか？言っていいんですか？言っちゃえ、言っちゃえ、言っちゃえ。主戦道ですよ。ゼニゲバ。ああ、まあまあまあ、そういうのがやっぱ伝っちゃうよね。だって僕捨て頃盛り上げるためにポスター配りたいって言ったんですよ。ポスターを知り合いの店に貼ってもらうからっつったら、もぐごりで一杯飲んでけって言われたんですよ、うん、はいはいはい。そうだから、ポスターを取りに行くだけで僕3,000円4,000円払ったんですよ。ありえなくないですか？ああ、そういうことね。はい、うん、でもなんかもぐごり潰れんでしょ。なんか夏に潰すみたいですね。ね、はい。まあでもな、まあ私がめついよな、金にな。主戦道ですよ、銭ゲバっすよ。主戦道だよな。はい、それベンちゃんに伝えとくわ。やめてー、やめてください、うん、じゃあ俺ベンちゃんと通過だ。やめてくださいよ。いや、それだけは。違う、関係性が崩れるから。関係性が崩れるからってお前が言い出したんだろ。いやいや、やめてくださいよ。まあ普通さ、ね、プロモーターの上の人間の悪口じゃん。いやいや、ちょっと滑っただけじゃないですか。いや、滑ったって感じで主戦度だと思ってるよ。口が滑っただけなのにやめてくださいよ。 そんなこと思ってないですよ。高々3,000円でさ、主戦度とか言われてたまったもんじゃないよね。いやいや、やめてください、そんなの、うん、思ってないですよ、僕そんなこと、うんうん、いや、ダメだな、ワードはやっぱダメだな。なんでダメだ、やっぱやだやだやだ。いや、もうちょっと捨て頃、ちょっとワード自体で俺が出るわ。え？それ便所さん食いつくからやめてくださいよ。ポスト和道で和道を下ろして、だから便所に言っとくわ。いや、やめてくださいよ、そんなトレーニングしてるのに。俺が出る。そんなのすぐ決まるじゃないですか。どっちの方が力あるんだって話。いや、鮫島さんが出るって言ったらすぐ変わっちゃいますよ、やめてくださいよ。だどっちの方が力あるんだって話。いや、だから鮫島さんでしょ。配信会で僕ちゃんの力に勝てんの。そう、チケットなんかすぐ売れるでしょ。やめてくださいよ、そんな。当たり前じゃん、そんな。やめてください。そしたらベンちゃんなんて言うかな。後輩の、ね、後輩のイベントのなんか看板イベントを潰すのやめてくださいよ。なんで出るんですか？俺がセコンド出る時に潰しに行くようなもんだよ。いやいや、潰さないでしょ。多分俺、丹下の格好で行くよ、丹下のコスプレで。なんすか、丹下って。丹下一郎。あの、明日の女王の。歯ないしね。俺、悪いけど、すげえ面白く行くよ。いや、ずるいじゃないですか。多分、お前なんか、多分、誰も見て、ああ、もう終わったのみたいな感じになる。立つんだ、立つんだってずっと言うんですか。マイクパフォーマンスとかやっちゃう。なんでそんな後輩の持ってこうとしてるんですか、やめてくださいよ。いや、持ってこうって、だってやるからには持ってかなきゃダメでしょ。まあ、確かに確かに。ね、はい、それダメじゃん、だって、いく後輩だからってさ、はい、俺、お忍びじゃないんだから。はい、すいません。うん、はい、わかりました。だから、ベンちゃんに言っとくわ、だから俺出るわ。やめてよ、もう。やめないよ。うん、まあまあ、わかりました。ギャランティーだって、ギャランティー。はい。あと、20日後よ。オカリナと俺で、1人5だからね。はい、1人片で。高っ、うん。高くないよ。あの、3月の25もよろしくお願いします。うん、あ、なんだっけ、あれですよ、あの練習会、ヒカルくんと、あ、はいはいはい、あの横浜だっけ、はい、ぶん殴り合うんで。わかったわかった。よろしくお願いします。気が向いたら行くわ。はい、了解です。じゃあお疲れ様です。はいはい、おやちみ。おやすみなさい。失礼します。おやちみ。おやちみ。はい。うん。くそ怒られたわ、鮫島さんに。うん。くそ怒られたわ。どうもどうも。おやちみ。頑張ります。ごめんね、リスナーさん放置しちゃって。あー、花火ありがとう、たくさん、こんばんは。静かに俺はお前を狙うってめちゃめちゃ怖いじゃん。やめて、デリケートだから、デリカシーの塊だから。何、キツネは逃げ、いや別に通常枠に変えてもいいけど、通常枠とあのキツネどっちがいいの？どっちもいいよ俺。いや、怒らせるつもりないよ俺。狐と通常どっちがいいの？いや、枠切り替えてもいいよ別に、どっちでも。鮫島さんはもうペラは誰も勝てない、うん、あ、アイラとサメラいいかもしれない。あ、っていうかアメリカ人は無理か、できんか、うん、通常でいいの？いや、いいよ別に、通常に変える。わかった、狐じゃあ封印します。じゃあ狐やめるね今後。 OK、 うん、狐やめていいの？いや、通常枠でいいんだったら別に俺構わないよ。リスナーさんがキツネが楽しいって言ってただけだから。もうじゃあ通常枠やりましょう。じゃあ皆さん通常枠いきます。お疲れ様です。通常枠です。お疲れ。